5月が、岡田ん地域もみじが、岡港 HD 西広島株式会社は、広島県広島市西区を中心とした路線バスを運行するバス事業者である。1999年に、広島電鉄より、西広島駅を起点とするバス事業が分社化され発足した。広島電鉄が100%出資する完全子会社である。 その後に開発された団地に新規路線を開設したり、2003年にかつて高校タクシーが運行していた路線を、2004年には広電観光の貸切バス部門を引き継いだ。沿線の幼稚園の送迎バスの運行を受託している。パスピーの自主発行は行っておらず、社内では広島電鉄のものが販売されており、パスピー定期券も広島電鉄のものを使用する。以下の通り、 広島バスセンターに入る路線は存在せず、広島都心では、神谷町、八丁堀で、西広島方面へ折り返す。2014年11月10日より順次導入される、広島都市圏及びその周辺のバス事業者共通の、系統番号が、すべての路線に割り振られ、旧広電バス11号線を継承した路線は11号線。 高須大線は14号線としていたが、2018年4月24日のダイヤ改正で、広電小い団地線の内無線大化経由便と5月が、丘団地線が17号線に変更された。2020年3月14日のダイヤ改正で、広電小い団地線の内無線大化経由広電小い団地発着便が、再度11号線に変更された。小上中学校へは平日のみ、 西広島発7時25分から17時の便がデマインド運行する HD 西広島で使用されている日のポンチョ。過去には広電観光から継承した三菱不走エアロバス MM や三菱不走エアロミディを保有していたが2017年の車両代替で廃車となり三菱不走製車両のラインナップが消滅した路線バス車両の車内チャイムは 基本的に、広電バスと同一のものを使用しており、アナウンスも、広電同様、女性仕様と、男性仕様のものとなっている。ただし、一部のバス停のみ、JR バスの都市間、バス、ドリーム号と同一の車内チャイムが流れる。ダイヤ改正へ。2018年4月22日閲覧。広島県バス境界路線バス。2018年4月22日閲覧。 ダイヤ改正を行います。2020年3月26日閲覧。例、広島学院オープンスクール開催時のプレスリリース http://www.bonbus.co.jp:/info/pdf/7000-2201804pdf。ありがとうございます。